そんなものにうつつを抜かされている暇があったら、ヨネズ・師、夢うつつでも聞いていなさい。ヒカルと松村さゆりが真剣交際した、しているということが今話題になってるんですけど、私はこう思いました。さゆりんごが、スーパーに一一いを買いに行っている、 ということに対して思ったことは、私のお父さん、私のお父さんは今どこにいるのか、生きているのかは分からないのですけども、私のお父さんもイチゴが好きだったので、接点、共通点はあるのかなというふうに思いました。ヒさん、ヒカル、ヒカルさんお願いがあります。私にも、松村さよ、 松村さゆりと同等以上の女性を紹介してください。まあ、例えに出すなら、まあ、白石、白石舞とか、わ、私には、私には白石舞がお似合いだといいふうに思いました。はい。